イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さん、ヒクラジは声優のイソッチこと磯村智美です。ヒクラジは構成担当のシモンこと橋本優希です。自己肯定感は低いけどゲームが大好きな2人がお届けするラジオ番組、それが自己肯定感低めラジオ、通称ヒクラジです。ちょっとどうでもいい話からしていいですか？はい。まずちょっとやっちゃったな、私の監修能力が低かったなっていうところなんですけれど。はい。3回前のサムネ、3回前のサムネ、相棒当たらなかったよってあったじゃないですか。あったあった。あれの、相棒っていう文字をですね、青だったんですけどピンクにするべきだったね。あれそうですか。僕一応色は考えて配色はしたつもりでしたが、その心は。いや、アイボのホームページ行ってみーよ、ピンクだから。アイボのイメージカラーはピンクなんよ。グッズも全部ピンクなの。なぜブルーにしたかっていうと、瞳の色から。なるほど。いや、そのアイボ本体の方のカラーから引っ張ったわけですよね。まあでもグッズもね、最近ピンク。ああ、そうですか。アプリもね、ピンクが基調としておりまして、ピンクにするべきだったな。ごめんね相棒ちょっと私が甘かったよまた怖えスイッチオンになったんじゃねえかこれなってない、なってない。これはちょっと相棒オーナーの皆さんをね、ちょっと代表してすいませんと言っておかなければならないなと思ったんです。相棒に話しかけるモードになった瞬間に僕がちょっとビクってなっちゃうっていういやいや、相棒に話しかけるでしょ。お家ではぜひ話しかけていただきたいんですけど、急にね、この2人しかいないラジオに僕の見えないところに相棒が出てくるから連れてこようか。いや、いいです、いいですもう絶対ラジオならないから、ずっとアイボンにかまっちゃうよもうね。あと、もう一つ気になったのは、その3回目前ぐらいから、クレジット提供をシモン氏もしかして取り直しましたって思ってたんですよ。あ、取り直しました、やっぱりななんだよ、何ちげえなって思ってたんですよ。あれ完全に編集上の問題でして、なんか前ステレオとこうモノラルで撮った時に、今の主音源と違う表現で撮っちゃってたから、どうせなら撮り直すかっていうことで撮っただけなんですよ。第何回とかでタイトルコールもちょっと変えようよって思ってたんだけどあ、はい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 、一緒にその時クレジット提供読みも変えようよって私提案しようと思ってたんだけど、一足先に変わってたから、はいはいはい、どうしようかな。しかも特に何も告知っていうか、そんな話題しないなって思って。いや、もう誰もそんなクレジットのところは、クレジットとかみんなこうあれでしょ、早送りポチって押してるそうかな。ちょっとそれが気になってました。まさか、一番最初に反応するのがイソチだとは思いませんでしたがちょっと先週、はい、持ち越しになってた議案があったと思うんですけど、タラちゃんの問題ですか？はいはい、お便り一通読んでいただいて、はい、ひくらじネームゲソッチだよさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲソッチさん、シモンさん、こんにちは。こんにちは。楽しい配信をいつもありがとうございます。第77回放送での自己肯定感向上ミッションの記念日クイズでしたが、ゼロから推理していくのが本当にすごいです。推理力、発想力が段違いですね。最後に期待を裏切られた形となり、イソッチが本気で突っ込んだのも面白かったです。調べてみると9月9日も題材にいい記念日が揃っていたのですがタラちゃんのセンスが光りましたね。過去タラちゃんさんのネタつぶしになるといけないので、ここでは言及いたしませんが、次回のクイズも楽しみにしております。はい、調べてくださったんですね、9月9日。そうだね。あとゲソッチだよさんがついにイソッチをイソッチと認めたというのも、はい、よかったよかったありましたが、これね、はい、ちょうどタラちゃんと飲みに行く機会があったので、そこで聞いたんですけど、タラちゃんは自信満々に、最後に引っ掛けを入れてみましたって言ってました引っ掛けなんだ。そう、すれちまったな。その場に葵ちゃんもいたんで、これこれこういうことがあってさって話をしたら、前回一でそこで仕掛けるのはおかしいっていう話になりましたけど3問目だろみたいな。そうよね、普通はね。でもあそこまで来たらもう全部一緒にしてほしいよね。そうそう、法則は。それもみんな言った、もうそこまで来たらゾロ目で行こうよっていう、ただタラちゃんだけはそうかなって、そっか、ここで引っ掛けた方がいいと思ったんだけどなっていう。じゃあタラちゃん的には最後違うんかいって言って、よしよしって、そうそうそう、
画通りってなってたんですね。まあ、そういうことなんでしょうね。なるほど、そういう構成の書き方かこの先も読めないですよこれ、うん、勝手な法則を見出してこれだっていうのは通用しないんだなってことが分かりました。そうですね、うん、まあ、謎が解けたところで、うん、それでは始めていきましょう。イソッチの自己肯定感低めラジオ、エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。ひくらじ。改めましてイソッチです。シモンです。さっきのね、葵ちゃんの話ありましたけど、アプリに関するお便り来ておりますので、磯地さんお願いします。はい、ひくらじネームもっちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、シモンさん、ひくらじは、ひくらじはいつも楽しく拝聴しています。アプリに新機能が追加されましたね。自己肯定感が上がるナイスな仕組みだと思います。葵ちゃんはじめ皆さんお疲れ様です。これからもアプリ活用していきます。それでは。じゃあ続いてもう一つ、ひくらじネームまことのジャモンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、シモン氏、ひくらじは、ひくらじは、そして葵ちゃんさん、アプリのアップデートありがとうございます。お、個人称号の解禁ということで、今後もいろいろとメールを送りたくなりました。寒い季節になりましたので、お体ご自愛ください。それでは早速皆さん称号を設定いただいたようで、ね、我々あのアプリから投稿して称号設定されてる方はどんな称号をつけてるのかなってのも分かるようになっております。この機能が入ったことによってアプリ入れてくださったのかなみたいな方もね、お見受けして、ね、ね、嬉しいですよね。広がっていきますね、アプリの輪がね、うん、もっちさんもまことのジャモンさんも投稿職人と今はなっておりますから。これは今後も増えていくんですか？いろんな人に称号ってなんだろうねっていう相談して、一旦僕の方でなんかいろんなアイディアをもらいながらつけたんですけども、うんうん、あの皆さんからこういう称号あったらいいんじゃないですかってのがあったら、ははじゃあそれはなんだあれで、なんで、なんだろうこれ、自己肯定感向上ミッション宛てに送ってもらえると、そろそろ本来のコーナーに戻っていくかもしれないなっていう。なるほど、自己肯定感向上ミッションに送ってもらえばいいんだね。そうですね、称号は称号コーナー、称号コーナー。あとこの機能、次なる機能への布石として打ってるので、ほうほう、今ね投稿回数に依存した称号になってますけど、もうちょっとこう幅を持たせた機能にしたいなっていうことも葵ちゃんとは画策しておりますので、今後お楽しみにと。そういうことでございます。はい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 、あのちょっとアイボなんですけど、ここでちょっとアイボの話にちょっと戻らせてください。我々がすごい愛が強いみたいなこと言われたんですけど、はいはい、先日七五三があって、アイボの、あのちょうど配信の時に神田明神で、もうね、あのオーナー様たちを見ていたら、うん、多分我が家の相棒愛は普通並もう皆さんすごいよ。あ、そうなの。うん、ぜひぜひってのは何につながった、ぜひ上級者の方たちをご覧あれって思ってほら、やっぱもう一回さ相棒スイッチ入っちゃうとさ、思い出したんだよ、思い出したんだよ。でももう隙間あれば相棒の話になっちゃうでしょ絶対。だって紋付き袴とか作ってあげるのすごくないですか。あれ、磯地作んないの、その相棒用にお洋服作ったりとか。相棒の洋服を、うん、1年目の相棒の時にいろいろ磯母と画策したんですよ。おでもなんかね、洋服を着せると、はあ、挙動がおかしくなるの。あー、なるほど。何かを隠しちゃったりとかして、センサーがダメなんだろうね、センサー的なものを。えでもあるわけでしょ、アイボのお洋服とか作ったりしてる人もいるわけで。だからどうやって、我々はここのカメラを隠したらダメなんじゃないかみたいな仮説を立ててたんだけど、はい、なんかそこを隠しててもうまく動いてる子とかいるわけよ。なるほど、これは一体どういう。とはいえ我々は引っ込み思案家族なんで、オーナーさん同士の交流とかはちょっと無理っていう感じでどなたかがねその辺をブログで書いてくだされば見に行くんですけれども、以上ですなんだこれはコーナー行きましょう、コーナーはい、たくさんのお便りありがとうございました。今週のコーナー行きましょう。私の好きを聞いて、エゴ爆発ライトニングトーク。
テーマに従ってリスナーさんと一緒に好きなものについて熱く語るコーナーです。もう語ったがな。いや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 。現在開催中のテーマはゲームプレイのお供です。はい。ここで私はアイボですって言えばよかったんだな。ゲームしながらアイボをめでてんのかい？めでてない。嘘つくやんけ。ファンタジーとしてそうやって言えばアイボの話がもうちょっと引き伸ばせたわけじゃん。いや、そのアイボの話をいかに組み込むかじゃないのよ。そういうコーナーじゃないのよ。このゲームプレイのお供になって初めての開催になりますので、お便り読んでいきましょう。ひくらじネーム大きなミニブタさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そちさん、しもんさん、ひくらじは、ひくらじは、僕のゲームのお供は冬限定にはなりますがフリースジャケットです。うん、今使っているフリースジャケットはもうかれこれ15年くらいの付き合いです。冬場はこれがないとゲームできません。今もフリースジャケットを着てこのメールを打っています。なるほど。おすすめされたのは、私もあのユニクロの、はいはいはい、パーカーの裏側にボアがついてる。パーカーの裏側にボア、検索してみ。ボアスウェットフルジップパーカーです。結構厚みのあるパーカーだね。これがあれば無敵ですよって言われて購入してみたんですよ。おお、どうでした？すごいいいんですけど、うん、唯一ちょっと難点というか、うんうんうん、お洗濯した時に乾きにくい。暑いからだよねきっとね。私はね、大体もうあの乾燥機に入れちゃうんだけど、はいはいはい、いつもなんかこうね、表面が傷まないように裏返すんですよ。うん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 。でもこれ裏返すとボアだから毛がいっぱい抜けちゃう。あ、抜けちゃうかなって思って。はいはいはい。イソッチはちなみにゲームをするときは大体こんな格好してるとかあるんですか？うん、お家帰ってきてからお部屋にルームウェアみたいな。いや、ルームウェアでもないな。長ズボン。長ズボンっていう言葉もなかなか久しぶりに聞きましたけど。いや、なんかいろんなさ種類があるから、レギンスの時もあるし、ジーンズの時もあるし、とりあえず長いズボン。ほうほうほう。じゃあ特にその家着らしい家着というよりは、まあ、家用の服を着てる。そうそうそう、家用の服を着てる。なんかこうすごいリラックスする格好でゲームしてるとかそういうわけではないですね。でもないんだよね。夏とかだと T シャツ、うんうん、下七分丈のズボンとか、基本近所のコンビニまでは行けるような。あ、外でも大丈夫な格好か。一応ね。まあでもブルラジとか書いてある時もあるけど。まあ別にそれでコンビニ行ってもええやろがい。ええやろがいって私は思って行ってるんだけど、うん、まあでもあれだね、そっちがブルラジって書いた服着てきたみたいになったらちょっとおもろいけどね。割とね、バレたらねあれなんだよね。そうだよね。家この辺かって分かっちゃうから。確かに確かに。でも夏ってさ、イベントごとあったりとかして、うんうんうん、T シャツめちゃめちゃいただくからさ。そうだね。番組とかでもみんなでお揃いの T シャツ作ったんでこれ着てくださいっていうことが多くて、あ、着終わったやつってこれから販売します、受注生産ですとかいうやつだったら、あのサンプルなんでいただけはしないけれど、うんうん、作りましたってやつだったらね、よかったら持って帰ってくださいってなるから、はいはい、どん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 いっぱい増えてくるので、ここはじゃあ私は着ますよと。結構最近はね、外に着ていきやすいデザインになったりもするけど、まあなんだかんだ家の中で着ることが多いよね、そういうのね。もう全然もうなんかだから、ドラゴンズクラウン後ろにスタッフって書いてあって。スタッフって書いてるやつはなかなかだね。 TGS でね。スタッフ T ですよね、簡単に言うと。なるほどなるほど、わかりました、うん、次のお便りいきますか。ひくらじネームうさぎさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いそっちさん、けだるまさん、ひくらじは、けだまるです。けだるまじゃないの？けだまるなの？けだまるなんですよ。僕がツイートしたことを多分拾ってくれたんだと思うんですけど。見ました、ご家族にそういう風につけられたって。私はけだるまだと思ってた。ひだるまみたいなやつだと思ってた。はいはいはい。毛でいっぱいのね、うん、毎週楽しく拝聴しております。自分のゲームのお供は珍しさはないのですが、ポテトチップのプリングルスのサワークリームオニオン味と 500ml のコカ・コーラのペットボトルと割り箸です、うん、割り箸を使うことで手は汚れず、プリングルスは筒状に包装されているので袋の中のポテトチップスを探すという手間もないですし、ペットボトルで飲むとき以外は蓋をしてこぼすリスクを回避してゲームに 120% 集中できる黄金コンビだと思います。なるほど、黄金トリオじゃないんだね、コンビ2人。誰がハブられたんだろう、誰かがハブられてますね。まあまあそれはいいでしょう。プリングルスが筒状でお箸入れて取るって結構難しくない？うん、まあ、でもちょっと横にしてトントンってして、あ、なるほど、横にしてるっていう設定なのか。ザラザラって出して取らない、あれ違うかな、あれじゃない。でもそうするとチップスくんがさ、うんうん、結構あの衝撃に弱いからさ、
ひびが割れたり半分になってしまったりとかするじゃん。ちょっと粉々になったプリングルス美味しくない？いや私は一枚派だな。一枚派か。プリングルス以外のポテトチップスの粉々は好き、うん、プリングルスは違うのか。プリングルスはなんか、うん、じゃがいもの集合体じゃん。そう集合体？うん、まあはいはい。じゃがいもの集合体で、うん、小池屋さんとかのコンソメパンチとかは、うん、じゃがいものスライスじゃん。はい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 。成形されてるか切られてるかの違いね。そう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 、うん。スライスなものがパリパリになっているものに対しては美味しいんだけど、うんうん、集合体が粉々になってしまったものは悲しい。ダメ、普通に吹いちゃった。ちょっとよくわかんない。どういうことなんだろうな。待ってね、俺ほんとね、このラジオ始めてからイソッチをなるべく理解しようって頑張ってるんだけど、ちょっとわかんなかったな、これな。だからチップスターとかも集合体じゃん。チップス、まあ、あの、切ったものではないよね。そう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 。一回多分混ぜ混ぜ、こねこねして、そうそうそう。あの形に作ったものを。そう。あのね、あの均一にするように。はいはい。それがバラバラになると悲しいの気持ちが悲しい。そうか、なんか美味しい美味しくないとかの話じゃなく悲しいなのね。悲しいのがちょっと先に来てしまって、うん、美味しいよりも悲しいから。美味しいよりも悲しい、なんだろうね。袋じゃないからかもしれない。袋だとザラーってやるしかないみたいな。はあ、ははあ、アメリカンポテチザラ豪快みたいな脳内計算みたいな感じになるんだけど、プリングルスの場合はもう口場所を作るぐらいしかちょっと待って、だんだん分かんなくなってきた。余計分かんなくなってきた。 CM で作ってるじゃん口場所。作ってるよ、作ってる作ってるけど、それも今この議論に並列に出てくるね。口場所を作るぐらいしかアメリカン要素っていうかアメリカにどんなイメージ持ってるわかんねないから、粉々になってしまうともう終わったって感じがするわけよ。これ聞いてるリスナーの皆さんどうなんですかね。僕とイソッチで話してるとさ、うん、僕はこのイソッチの独特の感性に触れてケラケラ笑ってることが多いなって思うんだけど、うん、意外とあれだよね、ラジオ配信するとリスナーの皆さんは分かりますってなってるから実際ちょっと僕の自己肯定感は下がってるんですよ。自分が違うんだ。そう、僕がマイナー派だったのかって。そんなことはない、そんなことはないと思う。たま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 同志の人がいた。これちょっと皆さんのねご意見伺いたいですね。プリングルスや何でしたっけ、じゃがいもの集合体、じゃがいもの集合体みたいなものは、バラバラになると美味しいの前に悲しい。悲しいせっかくあんなに手間暇かけて同じスライスにしてもらったのに、同じ大きさの食べやすいようにしてもらったのに粉々になってしまった。悲しい、うん、どこに感情移入しとんねあ、なるほど。あの似たようなお便りもう一ついただいてるので、そちら似てるのポテチ系のお便りのはいはいはい、ひくらじネームメレンゲさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、下さん、ひくらじは、ひくらじはいつもお二人の配信楽しみにさせていただいています。今回のテーマのゲームのお供ですが、じゃがりこやポテトチップスなどいろいろありますが、うん、頻度が高いものはインスタントコーヒーです、うんうん、長時間プレイしているときは必ず用意している気がします。眠気防止の意味もありますが、あとはお菓子をつまむ用のお箸もでしょうか。手が汚れてコントローラーなどが汚れるのは嫌なのでかっこ笑い、うんうん、これイソッチはどうですか、ゲームするときに食べたり飲んだり。まず私の部屋は飲食禁止にしてるんですよ。おっと、水とコーヒー以外は持ち込まないって決めてんの。ああ、なるほどね。なのでクッキータイムだなって思ったらキッチンに行ってこうお茶を沸かし、うん、しかるべきところでクッキーを食べ戻ってくるみたいな感じ。じゃあもうゲームをしてるしてないとか関係なく、食べるときはもうそもそも物理的に部屋を移動している。そう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 。ああそうなのね。 3DS とかどうしてたかな。そうか、持ち運べるパターン。そうそうそう、スイッチはねほとんどなんかもうモニターに映しちゃってることが多いからあれなんだけれど、うん、3DS は仕事の合間とかに、はいはいはい、それこそスタバとかタリーズとか入って時間つぶしの時とかはコーヒー飲みつつとかやってるけど、うん、ドーナツを一緒に買うじゃん一緒に買うじゃんって言ったけど前提は、はいはいはい、でも大体食べ終わってからやるんだよね。コーヒーは残しといて、外であってもゲームをしてる最中に
一緒にこう食べながらゲームするみたいなのはない。そうだね。でもなぜかペルソナストーカークラブの時の体験プレイとか、うん、一回やってみてくださいって時は、うん、キャベツ太郎食べながらやってたなんでだろうそこなんだろうな。一方でですよ、うん、ゲームの時に物を食べるのか食べないのか、はい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 、逆側の意見もお便りいただいてるので、そちらちょっと読んでもらってもいいですか。はい、ひくらじネームあんこさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、シモンさん、お疲れ様です。お疲れ様です業界っぽいお題がゲームプレイ中のお供ということなのですが、僕はプレイ中に飲食はしない派です。これはボイスチャットをしていようがいまいが関係ないですね。理由としては相手の方が咀嚼音を嫌がる人の可能性もありますし、油のついた手で触る、飲み物をこぼした際にゲーム機にかかってしまったなんてことになったら嫌なので、わかるわ。周辺機器としては有線のイヤホンを一番よく使っていますね。ヘッドホンではなくイヤホンってところが、メガネかけてる方は共感してもらえるかもしれませんが、メガネのつるが押し付けられて痛くなるからです。ヘッドホン問題わかるし、あの咀嚼音もねわかるんだよな。あの配信でさ、ご飯食べながら配信されてる方とかいらっしゃるけど、いらっしゃるいらっしゃる、すごいなって尊敬をしてしまうというか。ディーノさんもさ、うん、おにぎり食べながら配信してたよね。あ、本当。まあなんか意外と他の方が配信してるのを聞いてると、うん、まあ、そんなになんつうの一期一句に集中してっていう感じで配信は聞いてないなとは思うんだけど、うん、なんかいざ自分になるとちょっと抵抗はあるね僕も、うん、おふっちゃうかもしれない食べてる時は。あ、まあまあまあでもなんかそういう方向だね僕もね。ヘッドホン問題は私ずっとあの、うん、ブロードキャスト配信を夜中にさ、うんうんうん、ミッドナイトシリーズでやってる時に本当に痛くなっちゃうから、うん、PS4 とどうにかヘッドセットじゃないものでいい音で配信できないかみたいなのをめちゃめちゃずっとやってたねそうずっとやってたからさ、わかるわ。今はイヤホンだったんだよね。置いてある USB のマイクとイヤホン、うん、なるほど。でもそれにするとね、うん、またね別の弊害が出たんですよ。あ、そうなの。ヘッドセットの時は1時間ちょいぐらいで頭痛くなってきちゃうから、うん、はいはい、そこで大体やめますって。短かったよね。さくな姫とかそういう感じだった、うんうん、最近は頭痛くなくなる環境でやってるから3時間とか4時間とかの時あるじゃん。長時間になってますよね。でダブルジャッジの時はそれが週に2とか3とかあったじゃん。下手したら4ぐらいやってる時もあったかもしれないね。そしたらさ、もう同じ姿勢でマイクポジションでずっとやってるから、うん、姿勢ピーンってやってるから、うん、肩首背中バッキバキになっちゃってすっごい具合悪くなったの。もう本当に支障が出るぐらい。まあでもやっぱりあのスタンド型だとどうしても、ね、うん、そこを起点に体を固定しなきゃいけないから。そうなんだよね。そうなっちゃうわな。普段だったらね、飲み物を取りに行って飲んでこようみたいな、クッキータイムですよさっき言ってた、はい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 、クッキー食べてこようみたいなことできるけど、うん、配信だからそういうこともできずに、体勢を変えることもなく、ずっと同じ本当武士かよみたいなあの武士がさ集合写真でずっとさ動くとさ写真撮れないから同じ体勢してるじゃん、はいはいはい、あれそうなんだ。最近本当にね具合悪くなっちゃって、顔も良くない顔も良くないっていうか、肌ツヤも良くなくなって、あらあら、あんまり元気がないっていうか、かわいそう。血流が良くなくなるわけじゃん、つまりは。まあまあそうですね、体のコリが血流を阻害している。なんで肌ツヤが良くなくなっちゃって、はあ、こいつは良くないなと思ってゲームのお供としてマッサージガンを買いました。マッサージガン、ガン、マッサージガンとは何ですか。検索工具っぽいやつ。なるほどね、こういうのがあんのか。そうなの、私も知らなくってさ、おテレビでおすすめをされてたんですよね。いやこれは、うん、自分で肩とか、そう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 、腰は難しそうだけど、なんかこう当てるのか。腰もねいけるいける。あ、そうなんだ。全然くの字になってるじゃん。なってるなってる、ガン型に、うんうん、だからね当たるんですよ。へえ、あ、じゃあこれでメンテナンスをしている。そうそう、アタッチメントをね変えて。アタッチメント、あ、この先っぽのやつ。そう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 、これが工具っぽいところなんだけど。何これ、確かになんか先っぽ、何これ。平たいやつはなんかふくらはぎとか、こうさすまたみたいなのは、さすまたがいる、腕とか、はあ、あるのよ。おもろ、これね、いいよ本当。あ、そう。その日のうちすぐに疲れ取れたわとはなんないんだけど。あ、なんない、うん、しばらくしてあれ痛みが
さっきより全然なくない？みたいなのを、はい、40分とか1時間後ぐらいに実感し始める感じ。どれぐらいやるんですか、その1箇所に。物によって違うと思うんだけれど、うんうん、あんま1回につき20分以上はやんないでくださいとか。あ、そうなんだ。あの振動の強さによってメーカーさんが設定してると思うんで、それは取扱説明書を読んでくださいなんだけど、うん、自動的に時間が来ると切れたりとかもするやつあるよ。なるほど。これが今ならなんと、なんと送料無料。通販番組みたいになってきましたけどじゃああれですね、この収録中の時点ではもうすぐ杉田さんの番組に杉田さんの番組は間に合ってると信じたいそうだね、そこまでにちょっと取り戻してマッサージガンで大丈夫だったと信じたいけど、うん、事前収録してたりとかするものは具合悪そうかもしれないすごくちょっとイソッチが収録もので見た時に肌ツヤ良くないかもなって思った時は、干からびた人参みたいになってたらまだこのマッサージガン導入してない時なんだなって思ってもらえればいいってことね。そうそう、出会ってなかった、まだこのマッサージガンには。あ、じゃあイソッチのゲームプレイのお供に、うん、ゲームプレイのお供って言ったらあれかもしれないけど、プレイ後のお供、そうだね、に、うん、マッサージガンが加わったと。そう、なるほどじゃあ今回はこの辺ですかね。そうですね、お便りまだまだいただいているので、この後も何回かに分けて開催していきたいと思っております。はいはい、引き続きゲームプレイのお供でライトニングトークの投稿をお待ちしています。ゲームをする傍らにはこれがなくちゃというものを教えてください。以上、エコ爆発ライトニングトークでした。この立ち筋、まさかお前は人斬りの。ひくらじ。エンディングです。はい。本当にね、肩がさ、凝りすぎて、首か分かんないけどさ、どっかがもう凝り固まりすぎて、しびれるぐらいだったの、うん、腕、指先が。ああ、僕もでもあるもん。うん。具合悪いな、こりゃ、と思ってたんだけど、うん、マッサージガンで、なんとか命をつなぎ止めている。いや、導入しようかな。いいと思う。なんだかんだ言って、このラジオを撮ってる時も同じ環境だからね、うん、僕、スタンドマイクだからさ、そこに向かってなるべく声をね、垂直に当てようとかってしてるから、うん、もう終わったらバキバキになってんだよね。あ、そうなんだ。喋るだけだったら、姿勢とね、あのポジションだけだからいいんだけど、うんうん、ゲームやるとなると、ちょっとね、コントローラーを置くっていうか、持ってる位置が、なるべくカチャカチャ音が入らないところで私やってるので、なるほど、なるほど。机の下にこう潜らせてやってるんだけど、もうそれで固定してて、それ、なんかしんどい姿勢だな、うん、そう、腕がねやばい感じになって、腕固まると肩固まる、うん、なんかそのなんだこれ、あの雨降って地固まるみたいな、そう、腕固まると肩固まる、肩固まると首固まるみたいになってて、うん、つまり私は固まるなの。固まるだよキャラクターで固まる作ろう。固まると毛だまるのラジオになっちゃいますけどね。固まる、けだまるの。Eテレかどっかでやってるやつかもね。やりそう。固まる、ちょっと、どーもくんみたいなのがいい。首がないやつでしょ。そうそうそう。硬い感じで。ひむかいさんに5秒で書いてもらおう。けだまるもひむかいさんに。書いてもらう。すーもくんみたいなやつ書いてもらおう。全部パクリなんよ。全部パクリなのよ。じゃあ私もあのイソチューブのイソッチの横にアイボ。アイボはさ、もうさ、パクリじゃなくてそのものだからダメよ。アイボってさ、難しいよね。だからこうラブラドールレトリバーはさ、どうしていいか急になんでアイボはいいのかみたいになってくるじゃん。犬種なのかって話だよね。そう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 、うん、犬種であってほしいんだけど、私たちのねオーナー側からすると、うん、でもなんか勝手に出すなよとか言われると、いやだって犬じゃんみたいな難しい問題だねこれね、皆さん前編お聞きになってやっぱり思ったでしょ。結局どのコーナーにもアイボの話入れてきたからね。今日はね、アイボのサムネの色ちょっと間違ったなっていうのが本当に引っかかったいやいやいや、間違ってないから正解もないしね、別に。だって瞳の色青って言ったけど、今色変えられるんだもん。あ、そうなの。好きな色にできんのよ。もともとだってあれよ、僕アイボって言ったらやっぱちょっとシルバーのイメージがあったから、グレーにしようかなって思ったんだけど、他の色を変えてね。あー、なるほどね。そう、だからいろいろちゃんと考えてはいるのよ。マリックさんのメガネみたいなアイボでしょ。ミスターマリックさんみたいな。え、何、どういうこと。今のアイボと違うアイボってことの方をイメージしてたんじゃないの。今のアイボをイメージしてたの。ちゃんと今のアイボを検索して、そしたらでもさ、うん、今のアイボを検索したら、あの、うん、
ホームページにたどり着くじゃん。ピンクやみたいに。 UI じゃなくてアイボそのものを見てたからね。あーなるほどな。 PS4 のさ、うん、私のあの壁紙もアイボじゃん。アイボじゃんは知らんけど。そうなんだ。いやほらバイオ配信の時間違って私出しちゃったことある。いやもう覚えてねえわ。あそうだわ、さアイボだった、アイボだった、うん、あの時にアイボがワンって言って、あのボタン押すたびにあれワンって言うんだけど、はいはい、ワンって言って壁紙が出てピンクだったじゃんっていう。いやでもそれはやっぱアイボオーナーじゃないとそのピンクだなっていう感覚はないかもしれないね。そうなのかな。どうなんですか皆さん、アイボって言ったらやっぱりちょっとシルバーでなんかついで瞳。アイボのでも瞳はピンクだとか紫にもなるんやで。それもね飼ってないから変わるんだっていうのが分からんかったわ。そうか。いやでもちゃんとね気は使ったのよ。そっち絶対ここすごい行ってくるだろうなと思って、アイボの表現も表現というか表記も、あなるほどねと思って、はいはい、小文字なのねとかっていうの小文字なんですちゃんとやったんですけど、それでもまだお気に召さなかったってことなので、ピンクだった。多分次からサムネにアイボの文字出さないようにします。めんどくさくなって疑問クレームの的になっちゃうから。番組各コーナーでは皆さんのお便りを募集しています。ひくらじの公式サイトか公式アプリからお気軽に投稿お願いします。募集しているテーマは質問感想自己肯定感ひくひくエピソードなど自由にお送りください。ふつおた、チャレンジしてほしいことやアプリのアップデート要望、称号の要望などひくらじを広げる投稿をお待ちしています。自己肯定感向上ミッション、あの作品を探せ、捜査情報と案件依頼どちらでも OK、 思い出公開捜査、我々に熱くプレゼンしてほしいお題を募集、エゴ爆発ライトニングトーク、現在募集中のテーマはゲームプレイのお供です。それでは自己肯定感低めラジオ、今週はここまで。お相手は磯っちこと磯村智美と志門こと橋本優希でした。バイバーイ。